お前不満あんのかお前。ミーティングの時は。いや、不満っていうか、いや、まず最初に今日朝寝坊してしまって本当に申し訳ないなと思ってます。それは僕の管理不足ですし、日頃の行いだったり今日の行いが僕が悪かったので申し訳ないと思うんですけども、ただそのここ朝到着して監督さんに挨拶した時に、監督さんその時何も言わずに何も言わなかったので、僕練習参加していいのかなと思って練習参加してたんですけど、この厳しい朝練とかは差しといて、その時は何も言わずに最後ミーティングの時に出ろっていうやり方が僕の中で正直気に食わないっていうか、なんでこんなやり方するのかなっていう。それやったら最初僕が挨拶した時にその時の説教っていうよりかこう言っていただければよかったかの、よかったんちゃうかなっていうふうに思ってて、わざわざなんで厳しい練習をさしてから最後に言うんかなっていう、そういうやり方が僕の中でなんか演出すぎるっていうか、なんか嫌われてんのかなっていう、あ僕嫌われてんねやってその時思いましたし、なんかあ信用されてないんやなみたいなと思いますし、逆に僕もそういうやり方してる監督さんのこと信用できひんなっていうふうに思います。はい、お前今信用っていう言葉を使ったな。はい、まずや最初に信用を失っとんのはどっちや。なる、好きとか嫌いとかそんな事件の話をしとんの。お前はそれはお前こんだけのチームをお前みんなでやるっつってんだからよ、好きなやつ嫌いなやつぐらいでお前出るわよ。お前それ別に先生がとかじゃないよ、チーム内で全員が好きとは限らんかもしれないよ。そんなんどうでもええんちゃうの、そんな声なところで俺がやってんちゃうの。友達じゃなくて仲間、戦友な。戦友も命かけて戦いするときにこいつ嫌いやからなってなるか、関係あらへんもん。そんなのやるしかないんやつ、それで日本一取るんやよってやっとんねん。なるなんやお前日頃の行いやとか、それは申し訳ないんだけど、戦をしようとしてるわけ俺らは今から。スポーツじゃない戦。その時まあ要は戦の準備でな、武器は揃ってるかとか作戦会議をする時には戦や命を受けた、そこに来ないっていうのは行いとか迷惑とかの次元やないよ、裏切り行為よ。命かけてやり合おうぜって時に人生かけてみんなやってるわけやろ。日本一なんて取れんわけや、人生かけてやってる戦の準備に遅れるっていうのは裏切り行為。なるわかる、はい、好きとか嫌いとかそんななんか緩いのはいらないね。害悪です。なるチームの害悪、邪魔、論外、戦の準備間に合わないっていうのはもう論外です。気抜けてたって話じゃないよ、もうシンプルにお前だけ命かけて人生かけてそれが分かっただけの話。なるゆる、もうな、チームにお前みたいにゆるキャラはいらないから。なる邪魔です、わかる、はい、出てってくれ。そんななんかネットやないややってたけど、やビールのつもりかしらんけど、そういうの掃除やん千里、そんなんしたからってじゃあこいつと人生が今日とならんから、はい、はい、行け。邪魔、裏切り者が入ってくんな。邪魔、はい、はい、失礼します。ね、今ちょっとお時間ですか。3日前にも監督さんにお話しさせていただいたんですけど、自分の中でチームに何ができるかっていうことを考えて反省して、
掃除をしてきました。自分なりに十分反省できたと思っているので、もうそろそろ練習に入ってもよろしいですか？お願いします。1週間反省して考えて掃除をしてきたと。3日前な、俺と来たな。はい。お前分かってない言われて返されたな。はい。あの時もお前同じこと言って、あれ反省して掃除しました。で、3日前です。で、今日また来ました。この3日間で何が変わった？なる。監督さんがいつもおっしゃってる人の3日間でお前が何を変えたかだけまずいてない。なるなる。俺が普段何か言うてるとどうでもいい、はい、3日間な、3日前に俺のとこ来たな。あれから今まで何が変わったか、まずこれ。チームの練習で。チームのとかもいらない。なる。まずお前が何をしたかそれだけ言ってくれ。なる。掃除をしました。掃除してたやん、それまで。何が変わったのって。何、月日経ったからもういいかなって。なる。変えないとさ。一週間反省して考えて掃除をしました。でも1日目から掃除しとって、はい、で2、3日目にはもう結構綺麗だとって、うん、その時と今と何が違うのじゃ。また新しくちょっとね、ボールが散らかったのを片付けてって、その間に来たなったらまた綺麗にして出るだけじゃないか。ただの掃除の人や、うん、なんだお前。それでいいんやったら3日目でもうおしゃ綺麗にしてくれたか、おしゃいれで終わりやないか。考えて反省するってのはそういうことや。なる。違う。はい。違う。そうです。ねえお前、なんか思うとることがあるならちゃんと言え。はい。さっきのミーティングでもお話しさせていただいたんですけど、こう半袖になるとかボールになる、ボールに謝るっていうのはわかるんですけど、こうなんかファウルを畳まずかけたことに対して謝るっていうのが正直いまいちわからないというか、ちょっとやりすぎなんちゃうかなっていうふうに僕の中であります。ね、その違いは何なんや、お前の中で。いやもう半袖になるっていう部分に関しては、まあ、真冬でも寒い中半袖になって、まあ、人間なんでこう練習やる気ある時もあればない時もあるので、こう半袖になって自分を奮い立たせてモチベーション上げるっていう意味ではこう半袖になるのもすごく意味あるなっていうふうに思います。でボールに謝るっていうふうに関してはこうタオルに畳まずにして謝るっていうのもちょっと意味は似てるなっていうふうには思うんですけど、こう打ち損じたボールに対して謝るっていう部分ではこう失敗はないがしろにしないっていうか、失敗にしっかり向き合って一球一球思いを込めてやるっていう部分に関しては試合の勝利につながるんじゃないかっていうふうに僕の中で思うんで、そういう部分では分かります。ただなんかタオルを畳まずにかけてそれに謝るっていう部分に関してはもう正直全然意味分からないっていうか、なんかちょっとやりすぎなんちゃうかなっていうふうに僕の中で思う部分があって、はい。よう分かっとるやん。はい。そこや。おや。お前はよう分かっとんね。はい。ちゃんと向き合ってるからな。はい。まあ例えば半袖になる意味、はい、その通りや。ボールに捧げする意味、はい、その通りや。
はい、お前もちゃんと意味を分かった上で、本質を分かった上でやっとると思う。ただ、まあ、野球がチームスポーツってのは分かるな。お前が言ってた勝利に近づくにはチーム力が大事なのかな。お前が今言ったようなことを今一年坊主が全員分かっとると思うか。それは言葉で言ってな、これはこういう意味や言って、あざっす、分かりましたって言うかもしれんわけど、本質は多分分かっとらない奴らが多いよ。はい、そいつらに分からせんのは、まあ監督である先生もだけども、先輩であるお前の責任でもあって、で、そういう意味ではさっきのタオルの一件も、まあ、確かにタオルに謝ったから野球が上手くなるかって、そこは繋がらんかもしれんけども、お前がそういう、まあ、例えば、あれ先輩、めんどくさかったんかなと、一年坊主が見よるかもしれん。なんで畳まんかって、うん、先生いつも畳んで、ああいうのが置いてんのに、なんで先輩畳まずにかけたんや、めんどくさかったんかな。あ、この先輩でもちょっとめんどくさがりなところあるんや。あ、ってことは、あのね、謝罪とか、反省とかも、まあめんどくさくてやってんのかなって、一年坊主は思うよるわけや。おや、うん、ほな、一年坊主は、半袖になって気合い入れる意味やけど、ただ半袖になって、いや、半袖になるだけ、寒くなるだけ。ボールに謝んのも、ほんまは失敗に向き合って謝るだけだけど、ただ口で謝るだけ。うん、本質を取ってない。形だけの儀式か、儀式になってしまうわけ。あれー。一年坊主かな。じゃあさっきお前が言ったら大事やけど、モチベーションを保つとか、失敗に向き合う、勝利に近づく。これをお前はできてても、一年坊主ができなくなる。どうしたらいいか、お前が細かいところで行動で見せるしかないな、うん、細かいタオル、畳む畳む、うん、細かいけど、あ、先輩はこういうとこもちゃんとやってんねやっていうのを一個一個見せていくことで一年坊主に分からせなあかん。それが、うん、お前の仕事でもあるよ。お前が一年坊主やったら、まあそのなんか、まあまあ分かった人になれほっとくけど、まあ自分の立場もちょっと考えてな。まあお前やったらそこも考えれる男やないか。だって分かっとるよ、お前が辛い思いをずっと抱えてること。まあ一年坊主の時な、まあ先輩からのいろんなパシリやなんやに悩まされてってのも先生は分かっとる。お前の中でな、野球に対する思いが消えてないのも先生は分かっとるよ。いろんな毎日辛い思いがあって、その中でだるいなって思ったりとかもあると思う。お前の中での苦しみっての先生は分かっとる。その証拠にお前みんな寝静まってからね、自主練したりするよ、たまに。なんて知ってるんだ。知っとるよ先生。先生なんかお前の様子を夜中グラウンド明かりついてないから見ることあんねん。いつも最後にやったのはお前や。